おめでとう。金メダル、銀メダル、小林陵侑選手を祝謡先生術で占ってみた。イチロです。カッパです。小林陵侑選手、北京オリンピックスキージャンプ金メダル、銀メダル、おめでとうございます。いや本当に、素晴らしいジャンプでしたね。はい、素晴らしかったです。感動しました。はい、ということで、はいはい、今回もやっぱり小林陵侑選手の祝謡で見てみきまいっしょ。はい、気になります。ではまずですね、はい、小林陵侑選手なんですけども、1996年の11月8日生まれということなんですが、これは何宿になるんでしょうか。丁宿の生まれです。丁宿ですね。はい、はい、この丁宿ですが、うん、27宿の中で最もできると欲しい、はい、おー、うん、現実的な行動力とメンタルの強さを合わせ持つ、うん、はい、うん、見た目よりも以上にずっとタフ、おー、うん、自己肯定感も高い星と言われています。確かに、あ、でも確かにね、もう画面上見ててもすごく堂々としてて、自信があるなっていう感じが見受けられましたね。そうですね、うんうんうん、それもね、それ以上にやはり、はい、ご自身の中っていうのはもっと強いものをさらに秘めてらっしゃるのかなとも思いますよね。はあ、すごい、なるほどね。物事をやってる時の切り替えもお上手だったり、はい、あとひょうひょうと、うんうん、もう努力していけるっていうような、あの周囲の声も聞こえてるますので、やっぱりそのタフさと言ったら、うん、もう素晴らしいものがあるのではないかと思いますね。なるほどね。こういう選手にはぴったりの性質かもしれませんね、うん、はい、はい、じゃあ続いて2022年の運勢も見たいんですけど、どうですかね。繁栄の栄運です。お、栄運ですか。もうね、この言葉通り、うん、もう繁栄の年ですのでね、うん、大大吉で自分の可能性をね、ぐーっと信じて、うん、自分らしく過ごせる、そのような年。おー、いい年なんですね、すごくね。はい、いい年ですね。ちょうどいいタイミングで気持ちよく過ごせるし、やっぱりどん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 行動していくことで開運していく年ではありますので、はいはい、おー、じゃあ本当にいい時期に北京オリンピックがあったんですね、うん、そうですね。でもただね、ちょっと気になるのが、はいはい、さらにすごくいい年なのに、うん、まあもちろん素晴らしいんですけども、ラージヒルでは銀だじゃないですか。そこはどうなんでしょうか。うん、そうですね、うんうんうん、まあ強いて言うんであればですよ、うんうんうん、強いて言うんであれば、その前年が衰退の年、はいはい、もう地固めというか、うんうん、もうジャンプする前にこうグッとしゃがみ込むような年の衰退、はいはい、運だったので、うんうんうん、まあ、2月ということでね、うん、その運勢を引きずるっていうことも、なるほどね、うん、言えるとは思います。若干その引きずった影響が出たのかもしれないっていう感じですかね。そうですね、うん、しかしですね、金銀、うんうん、もう文句なく素晴らしいことですしね、まあ、もちろんです。はい、うん、ご自身が競技の後に、はい、もう良いパフォーマンスができたと、うんうん、すごくすがすがしいコメントをされてたのが印象的で、はい、うん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 、確かにもう素晴らしい、これが何よりベストだったと思いましたね。そうですね、そういう意味ではもう、うん、まあその力通り出せたってことを満足感があった感じでしたね。うん、なるほどね。まだね、シーズンが始まってというか、これからもシーズン続きますもんね。そうです、そうです、うんうん、その繁栄の年はね、うん、始まったばかりですから、はいはいはい、うん、それを考えると、うん、さらにワールドカップ、はい、次のシーズンもまたいで繁栄の年ですのでね、うん、なるほど。じゃあまだまだますます期待できる、うん、うん、楽しみですね。さらに深掘り、気になったことを深掘りしてみました。深掘り1、2018年、星雲の年に大開花。これはどういうことですか。
はい、うん、これまでの、ね、小林選手をちょっと振り返ってみたんですね。はい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 、そうしましたらちょっと気になった年がありまして、はい、2018年から2019年のこのシーズンでに、うん、もうまさに大開花という言っても過言ではない大活躍をされてるんですね。されてるんです、ワールドカップ初優勝に始まって、はい、そうですね、ジャンプ週間、はい、史上3人目の4連勝、はいはい、さらにですね、おワールドカップ総合優勝、総合優勝すごい、そうです、なんかニュースになってましたね、うんうん、でトータルも13勝されていらっしゃるんですよね。で表彰台も21回かな上がってらっしゃるとい う, い、ね、うん、素晴らしい、まさに大開花の年だったんですね。そうなんです。海外の、ね、メディアでもね、はい、あの小林陵侑は宇宙人なんじゃないかっていう宇宙人説が出たすごいぐらいの、それぐらいぶっ飛んだのね、インパクトを与えたのがこの年で、この年の運勢が星雲、成功の年の星雲だったっていうところがすごくちょっと気になった。素晴らしい、なるほどね、そこちょっとポイントだったんですね。そうなんですね、これまでの努力が実を結ぶ年、さらにですね、ここでスタートしたというか、はい、こう種まきしたものが大きく花開く、お、うん、ですからここから始まって、うん、まあ、今の北京オリンピックにつながっていった、うん、なるほど、と言っても過言ではないのかなと思いました。そうか、うん、この大開花があっての今回の北京オリンピックでの活躍ということですね。それもその一つ、要因の一つもあるかなと思いますね。そうかもしれませんね。はい、はい、深掘り2、栄新古賀コーチとの絆。はい、これはどういったことでしょうか。はい、はい、あの19年からですね、うんうんうん、土屋ホームのアシスタントコーチとして入った古賀コーチがいらっしゃるんですね。はいはい、うん、古賀コーチは小林陵侑選手と同じ同学年っていうか、うん、同じ年、同じ年なんだ、うん、であの競技仲間であり、はいはい、さらに親友と言われている間柄なんです。すごい。でこの19年から小林選手をサポートし続けていらっしゃるんですけれども、うんうん、このお二人の相性が栄新、はい、ということなんです。栄新なんですね。この栄新っていうのは、うんうん、職業占星術においてはお互いがね成長できる、はいはい、お互いが豊かになれるという間柄で、はい、うんうん、とても良い相性と言われています。なるほど、うん、あ、またねこの栄新については詳しくね今度説明動画をアップしたいですね。アップしたいですね。そうですね、はい、なるほど、栄新なんですね、うんうん、で先ほどねお伝えしたように、うんうんうん、小林陵侑選手は低宿、低宿、はい、ですよね、うん、で古賀コーチというのは碧宿という、ほう、碧宿、うん、宿で、はい、この碧宿っていうのは、うん、サポート役、うんうん、参謀役がによって自分がこうどんどん成長できるというか豊かになる、あ、そういう特性を持ってらっしゃる。コーチにぴったりですね。まさにぴったりな方でいらっしゃいますし、もうその古賀コーチもですね、うん、小林陵侑選手に関しては、うん、教えるというスタンスではなくって、うん、はい、その小林選手が何をしたいのかどうなりたいのかっていうことを聞く、うんうんうん、聞いて聞いて、うん、自分をそれに自分の引き出しを増やす努力をして、うん、さらに小林選手の変化だったり小さな変化にも気づいて、うん、そこを寄り添うというかサポートしていくっていうようなコメントをされてるですよね。まさに素晴らしいコーチングなんですね。まさにこう碧宿の特性を生かしてらっしゃるのかなと見ました。素晴らしい、そんな相性にも恵まれてのご活躍なんですね。今日は北京オリンピックスキージャンプで金メダル、銀メダルを獲得した小林陵侑選手の宿用先生術で見てみました。いかがでしたでしょうか。これからもねこうやって話題になった方の星をね宿用先生術で見て皆さんと楽しみたいなと思ってます。小林陵侑選手、金メダル銀メダル獲得おめでとうございます。
ますますのご活躍をお祈りしております。栄運の運気生かしてくださいね。祝陽で人生を豊かに、あなたのそばに祝陽を。一郎とカッパでした。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。